はい。皆さん、こんにちは。高橋恵子です、えー。今日はですね、えー、ご紹介したい本がありまして、こちらの動画を撮っております。えー、今日ご紹介したい本はですね、こちらですね。じゃん。えー、ゆげとる先生のマーケティング実践講座ということでですね。あのー、マーケティングがゆげさんの場合、素晴らしいんですよ。ということで、私、あの、実はね、前からこの本は、 あの、持っていて、で、あの、湯気先生のことはご存知でですね、まあ、こちらの方の本が最新刊で、今もう重版がね、かかって、ノリに乗っている先生の本ということで、えー、マーケティング実践講座ということでね、あの、読まさせていただきました。はい。で、あのーゆ、湯気ちってね、あの、私の界隈、周りの界隈の人々が言ってるんですが、あの、実は湯気先生って、あの、すごい、 この文章とかね、書いてあるのを見ると、非常にこう、理路整然として、えぇ、ー、佐野型な感じの、ちょっとね、あのー、怖いのかな、みたいに思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、えー、朝の8時の、えっ、ー、と、クラブハウスでですね、1週間、あの、ご出演いただいて、すべてを全部私聞き取れたわけじゃないんですけれども、あの、主催の、えー、耳で聞くビジネス書、 通称耳ミ美ミジって言うんですけど、そちらの方の、えー、と、モデレーター、えーっと、下妻豊子さん。あの、私も仲良くさせていただいてるんですけれども、その下妻豊子さんと、ゆ、ゆげ先生をですよ、豊子さんはね、ゆげっちと呼ぶんですよ。<laughs> この、このなんか下下感がすごいんですけど、でそのゆげっちなので、私もちょっとゆげっちと呼ばせていただきますが、ゆげっちのこの最新感、これがね、またすごいんですよ。 あの、本当にこの帯にもね、書いてある通り、よいしょ、あ、消える。えっと、本書を、ちょっとこ読みますよ。本書を先に読んでいれば5年は早く成功できただろうということで、はい、あの、そんな内容で、もうバイブルですね。めちゃくちゃ分厚い。あの、何ページ ?300。 353ページめちゃくちゃ分厚いです、はい、それであの耳ピッチの中でもご紹介はあったんですけれども私もあのもちろんこちらの方ねあのちょっとざーっとマーカー引きながらあの読ませさせていただいて特にあの女性とか、えー、私のクライアントさん向けにあのここがポイントですよっていう見たらいいですよっていうポイントをですね 解説をしていきたいなというふうに思いまして動画を撮っております。で、これを開くと、最初にね、いいんですよ、これが書いてあるのが。あのー、まあ、あマーケティングを実践ツールに変えるっていうところね、この1ページ目のところに、あの、国内のガムの売上高は2005年から10年ほどに半分の落ち込み、なぜこのほどにまで一生規模が、うんぬっていう、まあ、クイズ形式から始まりましてね、答えは、あの、本買って読んでください。で、あのー、 マーケティングってね、何なのっていうところがね、いいなぁと思ったのが、えー、っと、このね、第一章のところに、マーケティングの手順を知るってことで、マーケティングとは何か定義するっていう。まあ、ちなみにこれ、あの、消えるな。一章、一章、二章とかってあるんですけど、そうですね、特に教室業の先生とかは、えー、っと、一章、マーケティング手順、二章、調査、えー、三番、 新規授業3章、新規授業新商品。で、えー、っと、まあ、4章もまあ、もちろん必要なんですが、あの、気楽に読めるかなっていうのが5章、ネーミング、6章、価格。これ価格のところ、特に6章は、私が今回出す新刊の感情価格術とも連動する、えー、っと、佐野型な解説のところが、はい、あの、書いてあるっていうところですね。 はい。そこがね、いいかなって。あと、7章、8章は、実践ベースのところになっていくので、ここはちょっともしかしたら少しエンド行くかなって感じちゃう教室の先生とかは多いかもしれませんで。9章、キャッチコピーを書く。ここ大事ですよね。で、その後、ブランド育成する、えー、11章、マーケティング技法で戦うということで書いてあるんですが、あのー、特に今日ちょっとザザッと紹介したいのが、前半の部分ですよね。はい。これ、特に、このマーケティングとは、 何かを定義するっていうところが、えー、あなたはここにいないからっていうねタイトルで書いてあるんですけど込み出しでね今目の前にはいない誰かの気持ちを思いやることこそがマーケティングだと思いますだからマーケティングとは愛であり思いやりなのですってすごくないですかこの この湯気っち。<laughs> もうみ,みんなここで掘れるわ、みたいな状態でね、話聞いてたんですけど、なんかこういう本を書く方から愛って言葉を聞くと、めちゃめちゃ新鮮でね、素敵ですよね。で、あとゆ、湯げっちってね、声がね、すごくね、いいんですよ。あの、私、あの、歴代、あのね、 っていうか、今もついてるんですけど、コンサルタントの先生が、あの、平川先生と菅谷さんっていう方いらっしゃるんですけど、二人ともね、声がいいです。はい。なんでしょうね、コンサルタントって声が命なのかな <laughs> ってちょっと思ったりするぐらい、あの、すごく聞きやすい、マイルドなね、優しい声の語り口で、まあ、このマーケティングのこともですね、耳道の朝のね、8時から あとあ早いのかあちょっと時間。そう。8時がレギュラーだけど、この時早かったかな確か。ちょっと頭がだいぶ混乱してるんですが、基本は8時なんです。で、だいたい1時間ちょっとぐらいね、あのー、いろいろな雑談も含めた状態で、まあ、この本のお話をね、解説されてたのがとてもわかりやすかったんです。で、 一章のところは、まあ、マーケティングは何なのかっていう話と、あとまあ営業とねマーケティングは違うとかっていうことが書かれていたりとか、あの全ての企業はねマーケティング戦略を見かけとかって書いてあるんですけど、これ、どちらかっていうと企業向け、中小企業向けに書いてあるんですけれども、えー、教室の先生とかにも全然当てはまる内容で普通に書いてあります。あの、置き換えながら読めるかっていうのはちょっとねあるかもしれないですけど、 実際にちょ、ちょっと細かい内容とかもね、入ってあります。私もクランドさんとかによく言ってる 3C 分析とか、ウォット分析とか、このあたりはね、あの、わかる方はわかるかなと思うんですけれども、あの、分析の部分と、あとフレームワークをね、やってっていう、本当にこの本の順番通り、あの、やっていくといいですよっていう、えっと、この順番通りに、私、あの、おそらく私のクランドさんの、 えー、コンセプト設計とかをして、で、販売経路を考えて露出の方法とか露出をどこでやっていくのかとか、そういうのも考えてやっていくので、この順番はまさに皆さんに私が普段押して得ている内容のさらに高尚な感じと、えー、わかりやすく体系的に書いてあるみたいな感じかなと思います。若干教師の先生にはちょっとね、あのー、 文字が多いかなっていうふうに思っちゃう圧迫感はあるかもしれないですがあの辞典辞書的な意味合いで考えていただければいいのかなと思うんですね順番がねこの順番で考えてほしいんですよでこことかも面白いですよこの章マーケティング調査の効果を疑うってこれは私も本当にそう思っていてあの調査ってね 生き物なので、そのしている時とかにまた状況とか世の中の状況とかが変わっちゃうと結局内容がね、取ったデータがそんなにこうコアなところを取りすぎても大きく取りすぎてもうまくいかなくてやっぱね、売ってみないとわかんないっていうのが私の中で持論でそれ皆さんによく言ってるんですよ。だからマーケティングはもちろん あの売れる仕組み作りということで調査も絶対的に必要ではあるんですけれども結果、反応されれば正解で反応されなければ正解じゃないということが分かるだけなのでやっぱりねあのここにも書いてあるんですけど調査しない方が成功するとかっていうのもね書かれていたりとかしますので、まあ、どういうことがね調査がうまくいかない理由なのかとかそういうこともね書かれてるんで。 あの調査のやり方そのものもどうやって調べていいか分かりませんとかっていう方には非常にヒントになるんじゃないかなと思いますあとやっぱりネーミングですねはいあのノートパソコンっていう言葉をあの作った生みの親が湯気ん先生湯気っちなんですけどそのあたりのねキャッチコピーの考え方とかネーミングの考え方とか そこはねあの皆さんにも知っててほしいんですよ、えーっと。コースのタイトルとか私よく皆さんにね考えてもらって初級中級上級とかっていうのって面白くないとかってよく言ってるんですけどあの思わずそのコース見たくなるとかやっぱりそういうタイトルになってないとその先とか読んでもらえなかったりするんですよね。だからその,あの理論っていうのはあるのでロジックあるので。 そういったものを参考にするにもいいかなというふうに思います。7章8章は若干個人事業主に置き換えるには少しだけ難しげなものもありますけれども、8章は皆さんがねよく頑張ってやってる SNS のお話とかも書いてありますし、それ以上の、ね、話とかも書いてあるので、はい。 そこはね、いいかなと思います。で、飛んで9章ですね。キャッチコピー。まあ、ああの、本領発揮っていうところが多分9章になってくると思うんですけど、こちらの方もね、よかったら合わせて買ってみてください。あの、ものすごく、あの、わかりやすい、はい、内容になっております。色とかもね、ついてて。私この本結構好きだったんですよ。湯げっちを湯げっちという人と認識していないときに私これ、 買ってるんですよね、この本ね。はい。あの、私自身の、サイト作りとか、あとページ作りもね、含めてなんですけどね。で、10章がブランド育成とかね、さらにその先、ブランドコンセプトもありますけど、このブランドコンセプトもね、結構必要だと思います。特に今の時代は、あの、価格、 とかその機能だけで勝負するっていう時代ではなくなっているので、このブランドをね育てていくっていう考え方っていうのもあの非常に大事かなというふうに思います。で最後のところの11章のところでも、ね、よく皆さんにお伝えしているランチェスター戦略ですね、弱者の戦略と呼ばれる、これはやっぱりね必要だと思いますよ、市場を絞り込み、資源を一点集中させて差別化を図るっていう。 はい、ここはねやっぱりやっていってほしいなと思うところですはいなので今ズザーッとご案内しただけでもものすごい熱いんですけど <laughs> あの手元に置いておいて何度でも見返しながら実践していただくのにまさに実践私は「ガテン系エレガント」っていう言葉をあの言うほど実践をベースに皆さんを指導しているタイプのコンサルなんで まあ、デ電系ですからね。ドブ板営業とか、そんなイメージですよ。<laughs> あの、実践ありき。答えはお客様が持っているので、現場にあるんですよ。だから、机上の空論でいくらうまく計算立てても、本当にそれを発信してやってみないと分からないっていうのが答えっていう感じなので、その手法が書かれておりますので、おすすめの本です。ぜひ、あの、お買い求めいただいて、はい。あの、湯ッチの その心の真相心理までたどり着くとあなたも素晴らしいマーケットになれるかもしれません、はい。一緒にね、こちらの本もおすすめでございます。はい、以上になります。それでは皆さん、ぜひこちらの本を手に入れてお勉強してみてください。それでは。